この話をしてくれた男性は今ではかなり年配の人物なのですが、これは彼の青年時代の体験です。ほんの1年間ほど火葬場に勤めていたのだといいます。詳しい経緯は不明ですが、ともかく知人の紹介で勤めることになったんだそうです。ともあれ、その斎場は当時彼ともう一人の老人の二人でやっていたそうです。かなり規模の小さな施設だったようです。釜が二つと遺族が遺体がお骨になるまでを待つための待合室と、そして事務室があるだけです。先輩の老人は話好きで、彼はよく老人から業界内の話をいろいろと聞かされたそうです。時には業界にまつわる恐ろしい話も聞かされました。夜になると釜の中から声がするとか、釜の扉を内側から叩く音がするなどというものです。だが彼が最も怖かったのは、遺体が生き返ることがあるという話です。現在ほど医学が発達していなかった昔、心臓停止がすなわち人間の死であるとされておりました。だがご存知の通り、心臓停止状態から稀によみがえることもあるのです。つまり仮死状態のまま釜に入れられ、焼かれている最中に息を吹き返す場合があるというのです。現にここでもそういうことがたまにあったと老人は語りました。そういう場合、釜から遺骨を引き出すと、それぞれの骨格の位置が普通の場合とは微妙に違うのだそうです。生きたまま焼かれる恐怖と苦痛で、釜の中で何とか逃れようともがいた形跡がプロの目にははっきりとわかるそうです。ああ、こんなことは言わんことにしてるがなと老人は言いました。それと気づいても何も言わないというのです。もう取り返しがつかないんですから、いつものように平然と振る舞うんだと言います。しかしそれでも、そういうことのあった日はとても眠れなかったそうです。その話を聞いて彼は鳥肌が立つ思いがしました。仮死状態から目を覚ましたら、狭い棺桶の中、しかもごうごうたる炎が自分の体を焼いていく。その恐怖と絶望を思うと、いても立ってもいられなかった。
さて、人の死を扱うこととはいえ、慣れてくればそれはただの仕事になります。遺体を迎え、釜に収めて火を入れる。2時間ほど事務所で作業をして、時間が来たら釜を開けて、今度は骨上げ。骨壺を抱えた遺族を送り出してそれで終わり。あとは釜の清掃をして、次の遺体を迎える準備をするその繰り返しです。1年ほど経つ頃には彼もすっかり仕事になれ、老人の方は全てを彼に任せて事務室から出てこなくなりました。その頃には事実上全ての作業を彼一人で行っていたのです。そんなある日事件は起こりました。いつものように遺体を焼いて2時間のち再び遺族を窯の前に集めました。タイマーが働いて火はすでに落ちています。耐熱の厚い手袋をはめた手で分厚い鉄製の扉を開けます。え？彼は思わず声を上げました。後ろでは遺族たちがどっとざわめいています。窯の中が空っぽなのです。わずかに棺桶やその内装、さらに花などの灰があるだけで遺骨がない。そんなバカな。彼はスライド式の鉄製の引き出しを手すりをつかんで引っ張り出しました。見間違いではない。遺骨は影も形もないのです。考えられない事態です。すみません。少しお待ちください。彼は遺族たちにそう言って事務所の奥の老人を呼びに行きました。やってきた老人はまだ熱気の残る釜の中を覗き込むと彼に言いました。お前釜の中へ入ってみてこい。怖くて嫌でしたが、しかし仕事です。彼は釜が冷めるのを待って懐中電灯を手に持って釜に潜り込みました。釜の中はやはり空っぽです。しかし彼は耐火レンガの表面に細かい傷跡を見つけました。まるで爪で引っかいたような跡です。まさか。彼はさらに奥へと進んだんです。突き当たりで釜は上の方へと伸びています。煙を抜くための煙突です。懐中電灯の明かりを真上へ伸びる闇へと向けて、うわーっと彼は悲鳴を上げました。煙突内部には点検と清掃のためのタラップが取り付けられています。そのタラップに誰かがしがみついていたのです。焼いたはずの遺体です。生き返ったのです。棺の中で息を吹き返し、ここまで逃げてきたのです。死に装束はほとんど焼け落ちて裸に近い格好です。だが皮膚にはほとんど焼かれた痕跡はなかったのです。しかし、例えばそれが黒焦げの焼死体だったらまだ納得できたでしょう。その遺体は熱と煙でいぶされて人間の燻製になっていたのです。